Peggy 12彼女はもう我々の旅の仲間であり友です。お互いを知るのってやっぱ大事だよね。キルトがみんながいるから、もし戦わなきゃいけなくなった時に自分が弓を射ることができるかわからなくなりそう。ようこそ、これが暗黒界です。必ず帰ってきましょう。大切な友人を守るためなら僕も神様だって手にかける。あの大罪の体はきっと素晴らしい実験の材料になる。いや、お前は危険だ。お前といると誰しも何かしら変化が起こる。俺に本当にそんな力があれば。さあ、大仕事だ。みんな準備はいいか？キーボー、先に言っとくけどこれは高くつくぞ。君ほどの人なら僕の助けは不要かな、なんてね。ロニア・アラベル、ただいま任務より戻りました。私は先輩の背中をずっと追いかけていたいから。セカンド、セット、ゴー。これからももっともっとキリトの役に立つからね。私が力になれることがあれば何でも遠慮なく言っていいからね。俺にとってはここで過ごした日々は現実だ。キリトさん、どうして逃げたんですか？どいつもこいつも殺せ殺せってな。こんなのってない。リアルワールドはなぜこんな悲劇をもたらすのか。リアルワールドの人間は卑劣だね。キリトさんたちは私たちを裏切ったんです。絶対に許さない。どうしよう、何か隠しているのか。なんてことだ。あの人を愛さなければよかった。暗黒界にも人界にも居場所がない、まがいものなんだから。ドロシー、君が慕うその人物は。キリト、武器を構えて、彼女たちを救うには、君と戦うしかない。